皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回のミニカー動画はワイルドスピードの10車種セット、10台セットのね、中から、はい、続きまして、今日はね、もう今こちらのね上の段全部終わりましたんで、今度は下の段ですね。下の段はちょっと天の弱的にこちらからいきましょうかね。まあポルシェ一番最後でもいいかなって感じがしますんで、こちらですね。はい、おっちゃー、いや、かっちゃいい、アメリカアメリカって感じですね。はいね、あのビューリックのリーガルですね。ビューリックリーガル、はい、こちらをご紹介しましょう。あー、かっちょいいな。よし、はい、こちらを避けてこちらを見ていきましょう。あ、ちなみにね、外箱はこのタイプですね。こちらのタイプの中から、これの中にねこう入ってますからね、これを開けたらこの状態で、その中からこの1台を今日はね皆さんにご紹介しますよ。はい、よいしょ。はい、あー、もうね見るからにいい感じです。あー、なんかねこのすごいなんかドブ付けで黒塗りましたみたいな、このすごいですね。もうね、いかにもミニカーっぽい、ね、で2倍にしましょう。2倍にドン、はい、あー、なんかねこれすごい、なんかスプレーで塗ったのか、それともドブ付けってジャボーンってこうつけたのかわかんないですけどね、そういう感じのこう塗られ方ですね。もうめちゃくちゃこう塗ってますよ感がね。でこれあの、まあ、ホイールがねメッキタイプじゃないこのホイールとね、あの素材の感じがめちゃくちゃ違うんで、まあいい感じですよね。はい、うん、横から見たらこんな感じです。これあ、ここにもねちゃんとこう来てありますしね。でこう来て反対側も見ましょう。はい、え、これ給油口とかどこにあるのかな。普通反対側見ると給油口がねあるのが普通なんですけど、給油口が見当たらないですね。これ給油口はどこにあるんだろう。ちょっと真上に行ってみましょうか。真上に行ってほら、ここのところがちょっとこうね給油口があるとかいうのもないんだけど、これ本当の実車はボンネットかなんかを開けて給油するのかな。給油口のところがないですね。それともこの金型にこうちゃんと表現されてないっていうだけかな。けどこれ2019年のマテリアルだから、こう金型は2019年ですから最近ですからね、そういう手抜きはしてないと思うんだけど、この下から見てもね、このボディのダイキャスのボディの黒塗った、こうすごい黒塗ったぞっていうこのねベタベタ感がすごいですね。これきっとあれなんでしょうね、この黒色を表現するた表現というかね、塗るためにはこれだけ塗ってないと、こう元々がダイキャストでシルバーだから、やっぱりこうこんだけベタベタ塗らないと難しいのかもしれませんね。はい、あ、ここら辺のね感じがいいですね。こうね、こっからバゴーンと落ちて、でこのね後ろのビュー、あ、これねかっこいいですよ。あのもう本当はアメ車だよっていう感じのねリアビューが、あー、いい感じです、いい感じです。あ、ここら辺もねこうやって見るとこういい感じですよね。うん、いい、真後ろから見てないね、真後ろがこんな感じです。はい、で、真ん前から見るとこの、あー、顔がね、顔つきがいいですねこれね。うん、顔つきがよろしいですよこれ、なかなかいい感じ、ね、こうやってお見せした方がいい、形が見やすいのかな。うん、ああ、これねいい感じですよ。なんかあの昔のなんか日産のローレルとかに似てませんかね。違うかな、勘違い、なんか、いや、いいですよこれもね。うん、なんかこれなんかこうパトカー仕様にしたらかっこいいかな。これだけ真っ黒いからこう白を入れてね、でここにあのパトライトつけてパトカーにしちゃえばね、改造しちゃえばかっこいいのかな。うん、ね、
日本の場合だと、これ今2ドアなんですよね、ハードトップっていうのかな、2ドアなんで、あれかな、ポリスの車両には向いてないのかな。いやけど、よく映画とかでもポリスのやつで2ドアのピックアップバンとかもね、あれもあるから、これも確かあったんじゃないかな。ね、このタイプ、これの4ドア、いやこれに4ドアとかないのかな。とにかくなんかアメ車に、アメ車じゃない、あのポリスカー、ね、パトカーにするとめちゃくちゃこう似合いそうなイメージなんですよ、俺の中ではね。そんな感じで、あ、これはね、前回までのやつはガラスが全部スモークタイプだったんですよ。だからこう中のね、あのこのシートの具合とかが全然見えなかったんですけど、これはね、透明パーツが普通の透明パーツですね。今までご紹介してきたのはね、全部ね、ガラスの部分がちょっと1倍に戻しましょう。1倍にピョン。これ全部見てもらったら分かるんですけどね。あ、この R32 は割とこう明るめかな。他のはね、割とこうスモークドガラスが使われてるんで、中がほとんどね、見えないっていう状態だったんですよね。それに比べるとこちらはね、もう完全な、よいしょ、透明なタイプなんで中が見やすいですね。見えますね。はい。うん。そんな感じでございます。ということでね、今回はこちらですね。ビューイックのリーガル、こちらをご紹介いたしました。はい、いかがだったでしょうか。こちらもね、まあ、10台セット。10台セットでね、Amazon で今4500円まで値段が下がってるんで、1台450円でこの作りだったらね、まあ、ワイルドスピードファンの方じゃなくても、すごいおすすめのね、10台セットだと思います。ということで、ご機嫌よう。孤高のチャンネル。